本棚。本棚、本棚、ブックシェルフとは、書物を収納することを目的とした棚のこと。物理的な形態の違いなどにより、本箱、書家、書棚、本立てなどとも言うが、厳密な区別はあまりない。本が現代の形態になって以降、本棚とは、通常本を下から支えるような構造になっており、 本棚自体の終端を除いて横から支える機能は備わっていないものが多い。このため、本棚に倒れないよう本を収納する場合は、倒れる隙間がなくなるまで本を並べる過本が、倒れないよう個別に横から支える機能を導入する必要がある。倒れようとする本を底面の摩擦力によって横から押して支える機能に、主眼を置いた器具は一般的にブックエンドと称し、 1870年代に特許が降りて以降、ブックエンドは一枚のスチール板を型抜きして作られたものが広く一般に普及している。機場や別目的の棚状両端にブックエンドを設置した状態も、また簡易な本棚の一種といえる。一般的な本棚の構造はモノコック構造と呼ばれ、側板、棚板、裏板の3種類の要素から構成されている。 側板は本棚の両端を構成する2枚の板であり、収納する本の重量を支える支柱として機能する。棚板は実際に本が載せられる水平部分の板を差し本棚の一段を構成するが、本を載せない最上の棚板は天板と呼ばれ、他の棚板と区別される場合もある。棚板は固定されている場合と本の大きさによって可変する可動式の場合がある。 裏板は本棚の裏側に貼る薄い板で横からの衝撃を吸収する役割を持つ。側板や棚板は本棚の軽量化を重視し枠組みに薄い化粧板を貼り付けた太鼓作り、フラッシュ構造が採用される場合もある。左右下段の上げ底部分は袴と呼ばれ、誇り対策などの実用面から採用している本棚も見られる。本棚の大きさは様々であるが、 高さについては、日本の一般家庭に配置されるものとしては2、立方メートル0センチメートル以下となるよう、設計されることが多い。横幅については、記憶正しい本棚の作り方では棚板60センチメートル程度が、理想としている。図書館学者のメルビルデュイは沈み込み指数を考慮した、理想の長さは40インチ、約100センチメートルであると強入る。市販されている本棚の奥行きは、 約30から35センチメートルが一般的である。本棚の素材は、合板、ベニヤ、スチール、ステンレスなど多岐にわたる。その他、例えば、ルーンフィオルドとロザンボッシュが設計した、デンマークのイエリング中央図書館の本棚では、リノリウム、MDF、エポキシ樹脂、テキスタイル、スポンジなどが素材として使用されている。また、 一般的な本棚の規制概念を覆すデザインがなされた本棚も多数存在し、アレックス・ジョンソンは本棚の本の中で現代の本棚は単に本を収納するための家具ではなくなっており、モダンアートでありエンジニアリングの実験であり、350年前にサミュエル・ピープスが所持していた本棚のようにステータスシンボルとして返り咲いたと述べている。ローマ時代は 文書は主にパピルス製の巻物に記され、巻小盆の形に丸められて保管されていた。高価な巻小盆は個別に収納するための筒が付属していたが、通常はカプサと呼ばれる箱にまとめて保管された。書店や図書館などでは壁に棚が設置され、その上に積み並べる状態で保管するのが一般的だった。期限数世紀頃には木片を閉じた主写本、コデックスが登場して、 巻小本にとって変わるようになったため、それに合わせて収納方法にも変化が見られるようになった。セイラーは、こうした本の形態変化は四世紀頃であったと述べているが、巻小本からコデックス本へ、形態が変遷する過渡期にあたっては、両方が併用されたため、本の収納にはアルマリウム、戸棚が広く使用された。この時代の本はすべて手作りであり、 貴重品として取り扱われたため、アルマリウムには鍵や留め金のついたものが多く用いられた。持ち運びが必要な場合には、チェスト、収納箱が利用された。イングランド西部のヘレフォード大聖堂には1360年頃に製作されたとみられるブックチェストが現存しているが、蓋部分には形状の異なる三種類の鍵が取り付けられており、本の保管に、 厳重な管理がなされていたことがうかがえる。想定が原因でこの時代の本は重ねて保管することに不向きで、留め具や突起が棚の中で周囲の本を傷つけることが問題視されていた。図書館や修道院など多数の本を持っていた施設、機関では貴重品である本を盗難から防止するための仕組みと一箇所に重ねて保管することによる本の擦り傷劣化を防止するための 仕組みを考える必要があり、その事前作として本を初見台にチェーンでつなぐ習慣が広まった。こうした習慣は多くの図書館や修道院で17世紀末頃まで継続していた。しかしながら蔵書が増えるに従って本と初見台を設置するための場所の確保が大きな問題となり、 スペースあたりの収納力増大と初見台上で調べ物を行うための作業場所確保を目的として初見の上下に棚が取り付けられるようになった。この変化についてヘンリー・ペトロスキーは現代の本棚につながる進化の第一段階であると述べている。しかし読書や作業の土に本を上下の棚へ動かすことによって鎖がねじれ絡まるという 新たな問題が発生するようになった。書籍管理の歴史について、調査研究を行っていたジョン・ウィリス・ラークは、17世紀頃からこうした問題を解決するために、ストールシステムと呼ばれる二つの書見台を向き合わせ、その間に書棚を配置するという設計をした、調度品が登場したと述べている。キャノン・ストリータは、クラークの説に異論を唱え、ストールシステムは、 初見台とアルマリウムの組み合わせに過ぎず、16世紀には、すでに見られた形態であったと述べている。登場当初は棚へ平積みされていたが、本の増加に伴い運用が困難になると置き方が、縦置きへと変化するようになった。両端に、垂直の仕切り、上下に、水平棚を持った、ストールシステムの登場、本の縦置きが一般化するに従い、収納方式が、 現代の本棚に近しい形態へと進歩した。なお、この頃の本には全て鎖がついていたため、これによって本を傷つけないよう背を奥にして収納しており、鎖をつけない、個人蔵書においても一般化したとみられている。こうした本を縦置きに並べる方式が一般化するに伴い、それを収納する棚は、ブックプレスと呼ばれるようになった。 書見台の下のスペースに棚が取り付けられることもあったが、当初は足置き程度の利用しかなされていなかった。しかし、印刷本の普及と蔵書数の増加に伴い、図書館はこのデッドスペースに利用の少ない本を詰めたチェストを保管し始め、やがてチェストから出して、鎖のついていない本を並べるようになると、期下のスペースも書見台上の棚と変わらない役割を果たすようになった。 1620年代に、ケンブリッジ大学のセントジョンズカレッジが建設された、時に窓際に初見台を持たない低めのブックプレスが設置された。同時に移動が可能な台座が整備され、その上に立って高いところの本を探したり、腰掛けて本を読むことが可能になっていた。台座の登場により、人の手の届かない校所も本を収納するためのスペースとして有効活用されるようになった。 印刷技術の発達により、本の入手が容易になったことで、相対的に本の価値は下がり、鎖で繋ぎ止める意義も薄れていった。これに伴い、机と書棚を組み合わせておく必要もなくなってきたことから、本棚は次第に現代の形へと変化していった。一方、個人の家や書斎にて本を収納する場合は、 使用頻度の低い本や高価な本はチェストへ、高いものは機上などにむき出しにするか、壁に腕木などで作成した簡易の棚へ置かれることが多か。17世紀以前に指摘蔵書が数十冊を超えることは稀であり、一般的にはチェストや小棚への平置きでことが足りていたと考えられている。ドイツ、オランダ、スペイン、イギリスなどでは図書館などでの監修に習い、前、 小口を外に向けて並べることが一般的で、蔵書が増えるに従って、本の識別のために、題名や分類を表す記号や図絵戸が装飾されることがあった。対して、フランスやイタリアでは16世紀末頃より、本の背を外に向けて本棚に収納し、性部分に著者名や題名などを書き加えて識別する行動が見られるようになった。この頃には、 本の配列にもこだわりを見せる蔵書家が現れるようになる。17世紀のイギリスで最大級の蔵書を所有していた作家サミュエル・ピープスは本のサイズによって収納する位置を整理するよう本を並べた。日本において個人宅に設置される本棚は室町時代末期にはすでに存在していたと考えられている。 しかし生活史研究家の小泉和子は、こうした棚は一種の飾りであって、実際に書物を収納することを目的として、活用されたのは、箱や筆が主流であったと述べている。現代の一般家庭に見る本棚が普及したのは、大正時代後半に入ってからで、関東大震災を契機に広がったと推察されている。この頃の本棚は独量した書籍を分類して収めるために使用されたが、 昭和初期に入ると円本をはじめとした棚に並べることを前提とした書籍が登場るようになり、本棚の目的と用途に変化が見られるようになった。塩原明は2002年に発表した論文の中で、こうした変化について接客スペースを兼ねた公的空間に設置されることの多かった。書斎、他人に自己の知識教養を見せる場となり、円本の登場はそうしたニーズに合致したのだと述べている。 一般の家庭ではあまり利用されない本棚の種類としては以下のようなものがある。通常は図書館の書庫のように限られたスペースに大量の本を収める必要がある際に使用される。本棚下部や上部に取り付けたローラーやレールで本棚や開口部を移動させることで収納することに特化した本棚を移動書か稼働書かなどと呼ぶ。 ウィリアム・グラット・ストーンは適切な方法で建設された部屋であればその体積の5分の3を本で埋め尽くすことができると辞書で発表している。こうした方式は1930年頃にトロント中央貸出図書館の書庫で採用された。しかし、必要な本棚が飛び出す方式は本が飛び出して別の棚に引っかかるという問題をはらんでいたため人間が通る通路を可変させる。 現代の方式が広く普及した。現代では誤って本棚に押し潰されたりしないよう、これらに成功な安全装置を取り付けたものが本を多数収納する必要がある施設などは利用されている。大規模な図書館等で人員の省力化や防災管理のために運搬ロボットが専用の書庫から図書の入ったコンテナを窓口まで運ぶものがある。 通常人間がその書庫に入出することは設備保守の時以外はない。利便性の向上という観点からは、どの方向からでも本を取ることができるようにした回転式書架がある。これ、ビクトリア朝講期に開発された書架で参考図書の収納を収目的に制作された。キャスターを取り付けて移動を可能にした種類もあり、図書館や書斎の中を移動させることができる場合もある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。